おお、さすが篠崎さん。頼んでおいた仕事もう終わったんですね。素晴らしい仕事っぷりです。私の自慢の後輩さんです。うちの会社の先輩は先輩は褒めるのも仕事なんですから。小さくて可愛い。流れはもしや古より伝わるビエチマッサージシチュエーションでは、終わったらパワハラでご飯もおごっちゃいますよ。私猫とかよく懐かれるんだよね。いや、うちの会社の部下は仲がいいと思って。帰省したうちの弟の様子がおかしい。なんだこれは、かわいすぎる。歯に余ったるくて罰として篠崎さんは篠崎にゃんこです。返事はにゃんにゃん。先輩の胸が守りたい、この笑顔。今日も今日、誰かの恋を応援している時が、ちょっと主任、一番楽しいんだ。砂糖になって流れていってますよ。しおりさんがたくまくんに。君が私も好きです。え、好きだ。うちの会社の小さい先輩の話。7月1日より放送スタート。